皆さんこんにちは。今回はこちらのヤンデレゲーをやっていきましょう。その名も、ヤンデレモノポリーというゲームですね。はい。もう一つ気になることがあるんですけど、なんかヤンデレってピンクの髪の色多くないですか？なんかもうみんなピンクじゃないですか、髪の色。もう何？もうヤンデレになればみんな髪の色ピンクなんの？もともと黒髪だったのにピンクなんの？もう俺もなんかヤンデレやりすぎて若干髪の色ピンクになってるかもしれないね。はい、行きましょう。はい、初めからですね。モノポリーの意味がよくわからないですけど、なんかヤンデレモノもらいだったらめっちゃ面白いですよね。もうヤンデレの子たちみんな目やばいみたいなね。はい。僕、てんてててててん！僕は普通の男だ。普通の人生を歩み、結婚し、子供に囲まれて幸せな余生を送る。そんな幸せな未来、てめえには待ち受けてねえんだよ！そのはずだった。はあ。思わずため息をついてしまう。なぜなら今の僕には厄介な出来事が降りかかっているからだ。そう。いつもならもうそろそろ。早くない？選択肢。ヤンデレすら出てきてないのにもうセーブしなきゃいけないですね。はい、セーブしました。これ親から連絡が来るにしたら平和なんじゃね？バイト帰りの帰り道。僕は成り立したスマホの着信を取る。はい。あんた！またこんな時間までバイトしてんの？そうだけど。ええかげんしてねん！そんな簡単に就職できるならバイトなんてしてねえんだよ！そう。今の僕は就活中。頑張れ。もう頑張れ。もう就活してる人たちはみんな頑張ってください。もうほんと頑張って地球を救ってください。1年半も就活してる。すっごい頑張ってるじゃん。あまり喋るのが得意ではない僕が。それが伝わってしまうのか、面接に落ちてしまうのだ。どんまい。くどくど母親に説教された後、悔しい気持ちでまたバイト帰りの道を歩いていた。ヤンデレも出ずに終わるゲーム初めて見たよ。はい、じゃあもう平和の方行きましょうか。平和じゃないですね。逆でした。逆平和ですね。部屋に着信音がけたたましく響いている。それは思ったよりすぐに切れたが、スマホを見ると着信履歴32件となってる。めちゃくちゃすっごいもうほんと大事な用があるからめっちゃ電話しちゃうんだと思うよ。ついでにメッセージも見ると53件。もう本当にもうあと3分ぐらい遅れたらもうその子死ぬよ、多分。少し空いてみると、どこにいるの？何してるの？など似通った内容のメッセージが全てだった。もうめちゃくちゃ暇人じゃん。見終わってスマホを閉じようとすると、また着信音が鳴った。ちょっと待って、これセーブめっちゃしなきゃいけないな。セーブします。出ない。はい。もう出なかったらね。僕はそれに出なかった。でも僕のスマホはまた切れて、また鳴ってを何度も繰り返し、かれこれ1時間ほど、そんな調子だった。突然それが止んだので、僕は終わったのかと安堵した。今何か鍵が開くような音が。もうね、オール無視されてるからね、この子今現在。ふと後ろの気配に気がついて、振り向いた時にはもう僕の意識はなかった。何された？バッドエンド、迷惑電話。この子めちゃくちゃ無表情で見てるよ。めっちゃ可愛くない？そんな子を無視して君は何がしたいんだよ。もうなんか、ハードルが高すぎんの？はい、出ましょう。出ましょう。僕はそれに出た。しんくん今までどこにいたの？何してたの？誰といたの？心配したんだよ。これ、あかねちゃんね。ごめん、寝てた。本当に嘘じゃないよね。そんなに聞かれても本当に寝てたんだから仕方ないだろう。そっかー。まだ朝の6時だもんね。お前何マジでこいつマジスーパーめんどくさいじゃん。さっきまで寝てたんだね。寝てるでしょ、普通。そう。今はまだ朝の6時。僕は朝までマナーモードにしていたので、彼女の木下あかねの着信やメッセージに返信できなかったわけだ。彼女なの？正直こういうところは配慮してほしいと思ってる。普通は考えるよ。クソ迷惑だよ。そうだ！いいこと思いついて！私今からしんくんの朝ごはん作りに行きたいな。行ってもいいかな？いいよって言って鍵閉めよ。僕はその提案を。もうね、これもう必ずセーブ挟まなきゃいけないじゃん。断ろう。はい。ダメ。僕は今すこぶる機嫌が悪いんだ。そんな。もう切るぞ。ちょっとプツ。全くはた迷惑な彼女だと思った。いや、もうさっさと別れればいいじゃん。実のところ別れようか迷ってるのだ。ごめん。さて、どうしたものか。何か物音がした気がした。ふと窓を見るとそこには。ごめん。もう来ちゃった。もう足めちゃくちゃ速くない？何を平気で普通に窓割ってんの？この子ならやりかねないよね。驚いて彼女を凝視していると、彼女はにっこりと愛らしく僕に笑いかけた。何で割ったの？そう、右に若干尖ってるガラスあるけど、それで顔貫いてくたばれ。私がご飯作ってあげるね、しんくん。いや、とりあえず朝ごはん作る前に窓直して。はい、受け入れましょうか。もうこのヤンデレやばいよ。わかった、頼む。わーい、今から行くねー。その場合しばらく経つの？さっきめっちゃ早かったのに。それからしばらく経って家のインターホンが鳴らされた。すぐに扉を開くと、そこには食材を持った茜が息を切らして立っていた。おー、うわー、スタイル抜群やんけ。しかも超可愛いやんけ。なんでこんな子がね、あんな性格やばいんだろうね。えへ、走ってきちゃった。そんなに急がなくてもいいのに。急ぐなー。愛するしんくんに早くご飯を食べさせてあげたいから。はいはい。あかねは家に上がるとすぐさまエプロンをして台所に立った。エプロンどこ行ったの？献立はね、ベタにわかめと豆腐のお味噌汁に白いご飯、おかずは鮭と卵焼きとお漬物に決めたんだ。そうか。僕は嫌いなものが多いからあえてベタなものを買ってきてくれたのだろう。そういう配慮は嬉しかった。もう配慮のできるとできないの差が半端なくない？朝のような束縛の激しさがなければすごく理想的な彼女なんだが、茜がご飯を作ってる間、部屋にはまったりとした空気が流れていた。しんくん、しんくん、愛してる。こういう喋り方してるとまたコメント欄でめちゃくちゃ叩かれそうなんでやめます。なんだその歌は。しんくん大好きなの、ただただくぶくぶつつ。なんか嫌な歌だな。なんで？ひどいよ。あかねはムッとした。もういいもん。お味噌汁にしんくんの嫌いなネギ追加。おい、やめろ。もう入れちゃいました。残念でした。ネギは嫌いだって言ったのに、ネギめちゃくちゃ美味しいじゃん。お仕置き。幸せだと思った。幸せを感じてるじゃないか。別れようと思ってるくせに。何気ないこのやりとりが幸せだった。めちゃくちゃ別れようとしてたじゃん。こいつ、何？僕はなんとなく彼女と結婚したら毎日がこうなんだろうかと考えて恥ずかしくなって考えるのやめた。でも多分普通に仕事帰りめちゃくちゃ遅くなったらもう窓全部割れてそうじゃない？でもきっと悪くない。束縛の件も単に安心にさせてやれば収まることのないかもしれないし、少し頑張ってみようと思った。そんなことを考えながら僕はテレビのニュースを見ていたのだが、突然ピンポーンとまたインターホンが鳴った。誰だろう？インターホンの通話を押してみると、そこには女友達がいた。あ！やっべ！まずい。僕はとっさにそう思った。あかねはあの通り、束縛が激しい。嫉妬心も強い。ただの女友達なのだが、昨日電話に出なかった件もあるし、絶対に信じてもらえないだろう。どうしよう。というか彼女は何しに来たんだろう。しんくん、どうしたの？出ないの？あかねはキッチンで料理をしながらそう聞いてきた。まだ何の疑いもしてないようだ。これですぐ疑うと、こう、もうほんとすごいよ。どうしよう。あ、ちょっと待って、これセーブします、セーブ。あ、正直によ。はい。もうね、こっちの方絶対パッドだからね。あ、女友達が財布を届けに来てくれたんだ。女友達。あかねの動きがピタッと止まった。あかね？そっか。あかねは諦めたような声でそう言って、自分のお腹を放置した。ほこれ！僕はあかねに駆け寄り抱き上げた。何をしてるんだい？君は頭がおかしいのかい？私ね、嫌なんだ。しんくんが他の人に取られるの。勘違い半端な。取られるって、女友達だって言っただろ。信じてあげられないの私。どうしても信じてあげられない。私知ってたんだ。今日あの人が来ること。なんで？実は昨日ばったり外で会ったの。もうしんくん疲れて寝ちゃってる時間だったかな。しんくんの財布を預かってるって言われたの。明日届けに来ますって言われたから来るって知ってたの。でもね、もしかしたら本当はしんくんとデートとかしてそれで財布を持ってるのかもしれないって考えが頭から離れなくてね、心配になってしんくんに聞こうと思って電話やメールたくさんしたんだ。自分で腹に包丁を刺した状態で普通にめちゃくちゃ喋れてるよ。でも出てくれなかったから不安で耐えきれなくなって今日の朝来たの。しんくんに会えば不安はなくなると思ったの。でもダメだった。耐えられなかった。ごめんね。私、シンくんの一番でいる間に死ぬね。おやすみ。おやすみ。そういった茜は目を閉じて、二度と口を開かなくなった。なんでこんなことに！どんなに重くても、束縛されても、僕の一番は最初から茜だったというのに。逆に今までよく生きてたね。彼女にはそれが届いていなかったのか。バッドエンド、次回。うわ、この笑顔がなんか懐かしく感じますね。こんな笑顔あんま見てないけどね、まだ。はい、じゃあさっさとぶん殴って帰らせましょう。女友達を一旦返そうと思った。僕はここで女友達と話そうと試みた。ごめん、今日まずい、帰ってこれ。え？あ、これ誠？誠？全然出てこないから寝てるかと思ったよ。ごめん、本当に申し訳ないんだけど早く帰ってくれ。あとルーム忘れするから。昨日仕事場に財布忘れて置いてったでしょ。危ないからせめて受け取んなよ、シュガチャカラパーラ。いや、今は。誠くん？その時背後に気配を感じた。目がね、もうこの、恒例ですね。もう目がいきなり真っ黒パターンになるやつね。誰その女。見つかった。茜は何とも言えないうつろな目でこちらを見ていた。女友達だよ。財布を届けに来てくれたんだ。本当のことだ。何も嘘はついていない。嘘だ。だってただの女友達がまとことくんの家知ってるわけないじゃない。それは前に何人かで、うちで鍋パやったから覚えてたんだと思う。信じられないかもしれないけどさ。嘘だ嘘だ。私わかるもん。あの女、あわよくばって誠くんのこと狙ってんだよ。じゃなきゃ彼女持ちの家の人に、家ってね、一人で来たりする？しないよ。私ならしないな。だってやだもん。茜はじりじりとこちらに詰め寄る。それなんですぐ言ってくれなかったの？女友達なら言ってくれればいいのになんでここで浮かそうとしたの？ダメだ。良かれと思ってやったことが逆効果だったらしい。いやもう選択肢無じゃん。行ったら自殺するでしょこいつ。茜は正気じゃなくなっていた。おい誠どうした？状況のわからない女友達はインターホン越しに心配した様子で言葉を投げかけてくる。ねえ、開けてあげようよ。開けてあげよう。茜はそう言って小走りで扉へ向かった。そして扉を開いた。そこには女友達がいて、茜は勢い余ったのか、女友達にぶつかってすぐ離れた。決めましたね、これね。一発 KO ですね。彼女は最初びっくりしたようだったが、すぐ笑顔になった。誠の彼女さん、おはようございます。やってないんだね。突然押しかけちゃってすみません。財布を届けに来て。女友達は突然話すのやめて顔を真っ青にした。何か様子がおかしかったので駆け寄ってみると、女友達の腹には包丁が刺さっていた。はい、そうですね。やっぱ決めてましたね。はい。おい！血の気が引いた。すぐに女友達に駆け寄ろうとしたが、それを茜に阻止され、彼女はその場に倒れ込んだ。じわりと血だまりが広がっていく。何してんだよー！誠くん何焦ってるの？いらないじゃん、女友達なんて。いや、そういう問題じゃないよ。そういう問題じゃないだろ。だからって殺していいなんてことは。ゴキブリと一緒でしょ？ゴキブリを殺したってかわいそうだなんて思わないし、罪悪感だって感じないでしょ？私にとって誠くんの周りにまとわりつく女は全部害虫でしかないの。誠くんに悪い虫がつかないように私が何とかしなくちゃ。そうすか。頑張ってください。もう話が通じないと思って僕は救急車を呼ぶためにスマホに手を伸ばした。すると先回りされてスマホを壊された。すっごい早いじゃん。何訓練でも受けてんのこの人。こんな女を助けようっていうの。ダメ。死ぬまでそこにいてもらわないと。でも誰かに見つかったら助かっちゃうかもしれないか。茜はそう言うと、玄関に横たわってる女友達を部屋の中に入れて、扉の鍵を閉めた。ねえ、死んだら捨てるの手伝ってくれるよね。僕は震えながらも否定しようとしたが、ふと彼女の手に包丁が握られてるのを見てしまった。断ったらどうなるんだ。それに僕は彼女のことを。はい、ここで多分最後の選択肢ですね。はい、僕は全然愛してませんけどね。はい。愛してないっす。はい、ごめんなさい。なんか、愛してないっす。すいません。可愛いけどね。胸でけえけど。ふざけるな！僕は茜を突き飛ばして急いで部屋から出た。そして僕はその足で助けを呼びに行った。行こうと思った。ドンと何かに押され、僕は階段から落ちた。満身創痍になり、意識が遠のく中、ゆっくりと横を見ると、そこには茜も一緒に倒れていた。満面の笑みでなんか面白いな、この子。誠くんは私だけのもの。ずっと一緒だよ。その言葉を聞いて僕の意識はなくなった。あ、女も死んだの？一緒。はい。ね、お母さんと一緒状態ですね。全然違いますね。愛してるよ、本当は。何を言ってるんだ、君のことはずっと前から愛してたよ。僕はまだ茜を愛してる。だからこそ僕は彼女を何とかしてあげたいと思ってしまったのだ。まずは何としてでも女友達を助けないと。助けを呼びに行ってくる。どうして？なんで？そんなやつダメよ！茜、僕は茜を愛している。だから茜に人を殺してほしくはない。もう未遂だよ！助かったとしても。だから助ける。なんで？そんなの信じられないよ！茜は泣きながら立ち尽くしていた。僕は扉から出て行って臨時に助けを呼ぶようにお願いした。いや、もう捕まるやん、こいつ。あれから1ヶ月経った。女友達は幸い命に別状はなく、そのまま回復に向けて入院中だ。すっごいとばっちり受けたね、この子。そして茜は、あ、誠くんお帰りなさい。なんで平気で普通に家にいいんだよ。捕まれよ、普通に。茜はキッチンで料理を作っている。今日はね、ビーフシチューだよ。屈託のない笑顔で僕に今日のメニューを言う茜。茜は今、僕と暮らしてる。ビーフシチューまだできないな。もう5時間も煮込んでるのに、鍋空っぽだよ。どうしてできないのかな。えん？何言ってんの？よく見ると鍋は空。コンロの火もついてない。茜はあれから正気には戻らなくて。え？女友達には僕が頼み込んで、知らんで済むようにしてもらった。あ、そうなのね。よく知らんで済ましてくれたね、女友達。めちゃくちゃいい子やん。いや、その子と付き合った方がよくない？だってこいつも頭おかしくなってるでしょ。だったらこいつゴミ箱に捨てて、普通にその子と一緒に付き合って幸せな人生をたどった方がいいと思うよ、俺。気がおかしくなって一人で生活できなかった茜を僕は引き取って一緒に暮らしている。ペットだ、ペット。だから女友達と結婚していいじゃん。あんなことになったのは僕のせいだと思った。いや、こいつのせいだよ。僕がしっかり茜を安心させてやれなかったから。だから僕は茜をずっと愛して支えていくことにした。あれはおかしいなぁ。でも、誠くんがいるからいっか。あ、僕は茜の頭を撫でてやった。茜は心底幸せそうな顔をした。トゥルーエンド、永遠。うん、可愛いけどさ。可愛いけど、これ幸せなの？頭おかしくなっちゃってるけど。ヤンデレからの、何これ。なんなんなんか、退化してるでしょ。なんか、幸せじゃなくない？誰も幸せになってなくない？とりあえず、女友達が一番被害に遭ってて、手段で済ませてくれるレベルの性格のいい子じゃない？財布も届けに来てくれてるでしょ、わざわざ。え、めちゃくちゃいい人じゃん。めちゃくちゃいい人となんで付き合わん？私、一人ぼっち。誰にも心を開けない私はずっと一人ぼっち。私、誰かと一緒にいるとどんどん自分が嫌いになっていくの。だから一人でいようと思ってたのに、心の中では誰かと一緒にいたいって思ってみたみたい。でも私が私を嫌いなうちは誰のこともきっと愛せない。だから一人ぼっち。お父さんも、お母さんもお父さんも私を置いて天国に行っちゃった。それからずっと私は一人で生きていた。誰かと結婚して一緒にいるのなんて無縁で。このまま一人で死んでいくのかなって思ってたの。でもね、誠くんが私のことを好きだって言ってくれて、私は私のことを許せるようになったよ。そしたらね、誰のことも愛せないって思ってた私が誠くんのことを誰よりも愛せるようになったんだ。誠くんさえいれば私は幸せだよ。めっちゃいい子じゃん、心の中は。心の中はめちゃくちゃいい子。この笑顔もめちゃくちゃ可愛いから、とりあえず僕と結婚してください。